琵琶湖線。琵琶湖線は、西日本旅客鉄道、JR 西日本東海道本線のうち、滋賀県米原市の米原駅から、京都府京都市下京区の京都駅までの区間、及び、北陸本線のうち米原駅から、滋賀県長浜市長浜駅までの区間に付けられた、愛称である。JR 西日本のアーバンネットワークの一角をなす、路線である。琵琶湖の東岸を走り、 滋賀県湖東、湖南地区の各都市と京都を結んでおり、滋賀県内の動脈として機能している。ラインカラーは青で、JR 京都線、JR 神戸線と同様に、JR 西日本のコーポーレートカラーがそのまま採用されている。路線記号は A。JR 西日本の発足直後、前原駅大阪駅間の愛称を公募したところ、国鉄時代から俗に呼ばれていた。 古東線が1位であったが、JR 西日本は、前原駅大阪駅間の愛称を、JR 京都線と決定した。しかし、滋賀県や県議会から、地域密着の路線名にしてほしいと強い要望があったことを受け、1988年2月5日に、前原駅京都駅間の愛称を、琵琶湖線に変更し、1988年3月13日のダイヤ改正から使用を開始した。 1991年9月14日には、北陸本線の田村駅長浜間が、交流電化から直流電化に変更され、京都方面からの新快速、普通が直通するようになったこと合わせて、同線の前原駅長浜駅間も琵琶湖線に加えられた。2006年10月21日には、同線の長浜駅鶴ヶ駅間も直流電化に変更され、 各列車の運転区間も延長されたが、この区間は、琵琶湖線に加えられていない。当該区間では、旅客案内場も、琵琶湖線と案内され、基本的には、東海道線が使用されることはない。ただし、駅備え付けの運賃表や一部の路線図では、格好書きで、東海道線と併記される。なお、米原駅から、長浜方面では、鶴ヶ方面行きを、 琵琶湖線ではなく、北陸本線と案内することがある。また、山品駅京都駅間では、湖西線系統の列車も走るため、山品駅では、草津、米原方面行きのみ、琵琶湖線と案内し、京都、大阪方面行きは、直通先の名称である、JR 京都線として案内される。全区間が、JR 西日本近畿統括本部の管轄であり、 旅客営業規則の定める大都市近郊区間の大阪近郊区間及び IC カード乗車カード愛国家エリアに含まれている。草津駅京都駅間は複々線で外側の2線、外側線は主として特急列車、貨物列車及び草津線直通の普通が使用し内側の2線、内側線は新快速、普通、高月、または 京都から快速が使用してる。ホームの両面とも客扱いするため、いずれの駅にもホームドアも柵も設置されていない。基本的に外側線の通過列車は、京都駅以西の JR 京都線や JR 神戸線と異なり、特急及び貨物列車に限る運用がなされており、実質的に価客分離となっているが、ラッシュ時を中心に外側線を走る新快速があり、 また事故などで、ダイヤが乱れた場合には、外側線を走る普通側など、京都駅伊勢の複々線区間と比較して、柔軟な運用が行われている。前原駅京都駅間の全線で、時速 130km 運転が可能であり、特に、草津駅京都駅間は、内側線も、時速 130km に対応している。南彦根駅、稲江駅、篠原駅、森山駅、 立東駅、南草津駅、瀬田駅、大津駅は絶対信号機を持たないため停留所に分類される。能登川駅で、上り前原方面きの列車、大見八幡駅で、下り京都方面きの列車がそれぞれ環球接続ができるほか、川瀬駅、安土駅、安駅に抽選があり、普通列車の特急、貨物列車の対比や折り返しに使用される。安駅には、 アボシ総合車両所宮原支所安橋支所があり、車両が留置されている。ダイヤは、基本的に、京都駅大阪駅姫路駅間の JR 京都線、JR 神戸線と長浜駅大見塩津駅、敦賀駅間の北陸本線の直流電化区間と一体的に、組まれている。琵琶湖線内の列車種別は、一部の駅を通過する、新快速と各駅に停車する。 普通が中心である。この2種別によるパターンダイヤが組まれており、日中は15から30分ヘッドの当時各ダイヤとな、いる。この他に一部特別料金を必要とする優等列車も走る。土曜、休日ダイヤの7時台に、前原駅から安駅までを、普通、安駅で新快速に種別を変更する京都、大阪、神戸方面行きの列車がある。 2011年3月11日までは、平日朝に、草津駅米原駅間、京都駅安駅間で、それぞれ普通となる、新快速が設定されていた。また、2007年3月3日までは平日午前中に、米原駅安駅間で普通列車取る京都、大阪、神戸方面駅の列車があった。この区間のダイヤは、京都駅草津駅間で普通。 京阪新間快速電車の延長が日中時間帯1時間に4本の運行となった1972年3月15日改正が原型で、その北札駅安駅、前原駅間の増発が行われてきた。新快速の運転開始当時は普通の中に割って入れたダイヤであったため、新快速と普通の乗り継ぎは考慮されていなかったが、その後の新快速の増発に合わせて、 前原方面への上り列車は、津駅や安駅で、京都方面への下り列車は朝晩に、大見八幡駅で接続を取るダイヤが設定されてきた。2003年12月1日の改正では新快速が停車しない、中間駅からの所要時間短縮を目的に、日中の上り安駅新快速からの前原方面への普通、また、大見八幡駅での前原方面からの下り普通から、 新快速への相互接続ダイヤを組んだが、京都方面への下りの場合、大見八幡駅や彦根駅での実質利用可能列車の減少というデメリットが大きいため、2008年3月15日改正で、前原発の列車は京都駅に先着するダイヤに戻された。夜間の車両収容は、阿保市総合車両所宮原支所の安端出所、前原端出所の電流線を利用している。 大阪方面から北陸方面への特急列車は山科駅から湖西線に入り米原駅から名古屋方面へは東海道新幹線が並行するため山科駅米原駅間を走行する優等列車は JR 京都線と比べると本数は少ない2017年3月4日改正ダイヤでは米原駅山科駅間を定期で運転される列車は 以下の通りで、特急、はるかは、前原駅発着に往復と草津発、関西空港行き1本、特急、琵琶湖エクスプレスが、前原駅発着1往復と大阪発草津行きが1本、運転されているほかは、いずれも1日1往復の運転である。ただし、琵琶湖エクスプレスは、京都、大阪方面への通勤利用客を、主な対象としているため、土曜、 休日ダイヤでは運転されていない。山品駅京都駅間はこれらに特急サンダーバードなど古際線経由の列車が加わる。米原駅長浜駅間には名古屋駅及び米原駅と北陸を結ぶ特急白崎が名古屋駅米原駅金沢駅間で運転されている。これらの特急の自由席を米原駅京都駅間で利用した場合、同区間を 東海道新幹線の自由席を利用する場合と比較して特急料金が高くなる特定特急券の項目も参照。新快速は他社鉄道線と競合する京阪新幹の速達輸送を目的に1970年より運行を開始した列車であり、現在の琵琶湖線区間には翌1971年から乗り入れている。北陸本線から 琵琶湖線を経て、JR 京都線、JR 神戸線方面へ直通運転を行っている。琵琶湖線内では、長浜駅、彦根駅間は各駅に停車。彦根駅、京都駅間では一部の駅、彦根駅、能登川駅、大見八幡駅、安駅、森山駅、草津駅、南草津駅、石山駅、大津駅、山品駅にのみ停車する、快速運転を行う。 京都駅区設駅間は列車により内側線、または外側線を走る。平日の朝ラッシュ時は外側を走り、京都駅では0.6番乗り場に停車する。日中時間帯の琵琶湖線系統は1時間に3本、うち1本は安駅発着で運転間隔が広がる部分がある。これは京都駅山品駅間の1時間に4本のうち1本は 湖西線直通で運行されているからである。京都駅大阪駅姫路駅間の JR 京都線、神戸線と直通運転をしている。上り列車は京都駅を毎時0.1530.45分の15分間隔で発車する。夕方ラッシュ時は草津行きの列車が設定されている。運転区間の拡大に合わせたダイヤ改正により運転時間の拡大も続き、 1999年5月10日に平日ダイヤの朝ラッシュ時に増発2004年10月16日に平日ダイヤの夕ラッシュ時に増発と続き2009年3月14日には夜の大阪方面に向かう下り列車の増発も行われた2011年3月12日の改正で南草津駅が新快速の停車駅になりまた土曜 休日ダイヤのすべての新快速が、京都駅前原駅間で12両編成に、統一された。全列車223系、1000番台及び2000番台225系0番台電車、いずれも、阿保市総合車両所所属の8両、または12両編成で運転される。北陸本線の区間は、ホーム有校長の関係で、長浜駅発着は4両、または8両編成。 大見塩津駅、鶴ヶ駅発着は4両編成で運転されるため、前原駅で車両の連結、切り離しを行う列車が多い。2017年3月4日のダイヤ改正より、平日、土曜、休日とも、京都駅、前原駅間のほぼすべての列車が12両編成に、統一された、平日夕方ラッシュ時の大阪市発列車などを除く。湖西線経由の列車とは異なり、 全区間で列車番号は変更されない。ただし、平日のみ運行される、前原駅7時17分発姫路駅、前原で長浜発の8両編成と大見塩津発の4両編成を連結するは長浜発の編成のみ、前原駅で列車番号が変わる大見塩津発の編成と番号が揃えられる。事故などのトラブルでダイヤが乱れた場合や、 ダイヤの乱れが見込まれる場合、前原駅で運転を打ち切り、前原駅北と遺難で別の編成を用いて運転することがある。琵琶湖線内は各駅に停車する。草津駅京都駅間は内側線で運転されている。朝、深夜の一部列車を除き JR 京都線から JR 神戸線へと直通し、高槻駅大阪駅西明石駅間、始発から朝ラッシュ時では、 京都駅大阪駅西明石駅間を快速運転している。朝ラッシュ時は、前原、安発の系統のほか、安土発や草津線からの直通が運行されている。日中時間帯は1時間に4本、うち2本は京都駅安駅間の区間系統で運行されており、上り列車は京都駅を毎時7.2237.52分の15分間隔で発車する。 朝晩は、長浜駅発着系統がある。2016年3月26日のダイヤ改正以前は、東海旅客鉄道、JR 東海大垣駅発着の設定もあった。221系、223系、1000番台、2000番台、6000番台、225系で番台電車、いずれも、網星総合車両所所属車の6.80.12両編成で、 運転されている。京都駅発着の列車には4両編成で運行される列車があり、長浜駅、大見塩津駅発着の列車では、前原駅で連結、切り離しをする列車もある。なおこれらいずれの普通列車にも女性専用車の設定はない琵琶湖線の普通で JR 京都線に直通する列車は前日のように快速運転を行うが、 京阪神観光線内を各駅停車として運転する列車が一部存在する。平日朝の JR 神戸線西明石始発の普通電車、草津駅一本は運行区間内の全駅に停車する。2004年10月11日までは土曜、休日ダイヤでも設定があり、2004年10月18日から2013年3月15日までは、野駅発着の設定もあったが、 翌16日のダイヤ改正以降は前述の西赤市発草津行きの一本のみとなった。京阪神観光線と直通する普通列車として、運転する車両は207系、または321系が使用されており、乗り入れ先線区の関係でこれらの列車のみに女性専用車の設定がある。2002年12月7日からは、始発から9時と17時から21時まで。 2011年4月18日からは、平日、休日にかかわらず終日なお2016年3月26日現在、設定があるのは前日の西赤市発草津行きの、上り列車1本と新霊時代の京都発安行きの、最終列車のみである。草津線に直通する列車も朝夕に設定されており、京都総合運転所所属の1 1 7系、1 1 3系。 221系電車も使われている。草津線直通の列車は新快速との接続及び、草津駅の線路配線の関係で、草津駅京都駅間を原則、外側線で運転する。また、山品駅京都駅間は、湖西線の新快速、普通も運転されており、この区間の日中は1時間に11本、土曜、休日は12本の運転になる。 1989年3月10日までは、草津線直通の客車列車や彦根駅から北陸本線に直通する機動車列車も設定されていた。現在、定期列車はすべて電車で運転されている。以下では、美和湖線の各駅の営業キロ、停車列車、接続路線についてを一覧表で示す。廃駅、廃止信号上については、 東海道本線廃駅を参照。美和湖千沿線では、特に大津市や草津市で人口の増加が続いており、以下の区間で新駅を設置することが検討されている。このほか、南草津駅世帯機間にも新駅設置が計画されていたが、草津市が新駅の設置計画を凍結する方針を2013年10月28日までに固めた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。